ニュースポストセブンです。キュンとするシーンです。3月16日に最終話を迎えた NHK の夜ドラ超人間要塞ひろし戦記に出演していた山之内すずさん、恋をする役柄を初めて演じました。そんな山之内さんのロケ現場をキャッチ、現場に居合わせた男性は、山之内さんが豆原一成さんに顔を近づけてキスをする寸前みたいな場面になって、照れ合うような仕草も見せていた山之内さんと豆原さんに、こちらまで甘酸っぱい気持ちになるくらい初々しいシーンでしたと話しています。ニュースポストセブン。